はい、こんにちは、スカイトモです。今日はですね、ハウスボールで投げてみたいと思います。前回はね、このね、ハウスボールとね、このハウスシューズ両方で投げたんですけど、今回はこのマイシューズを履いてハウスボールで投げてみたいと思います。本当に靴だけでね、点数が変わるかっていうものを試してみたいと思います。前回がね、点数166点だったんで、果たしてマイシューズだとどんだけ変わるのかで、ハウスボールで投げてみたいと思います。マイボールはね、ちょっと高いんですけど、ハウスシューズってわりかし安くで買えるんですよ。もう何万円ってものもあるんですけど、何千円、もう本当に2000円台ぐらいからあるので、ぜひね、皆さんマイシューズは買った方がいいです。で、毎回ボウリング行く時もね、300円とかハウスシューズするので、確実にね、マイシューズ持った方が得なので、じゃあ早速点数も出るのかやってみたいと思います。いやー、安心感はあるね。あ、やばい、これはいかん。いいストライク。あー、やばい。よし、いいいい、なんでもあり。おお、ターキーや。はい、調子乗ったよね。やばい、今のちょっとすっぽ抜きすぎたね。あーし、やっぱアプローチ踏み込めるから思いっきり投げるね。オッケー、一回ミスったけど、よっしゃーよーし。あー、いかんか。よしよし。あー、今のはラッキーだったな。うーわ、きついな。あー、やばいね。まあまあまあ、いいや。はい、お疲れ様です。点数がね、183点です。やっぱりね、シューズをね、マイシューズにするだけで約20ピン上がりました。結構ね、20ピンって大きいですよ。ゲーム数重ねるとですね、結構な点数になったりするので。感想なんですけど、マイシューズがあるだけで自分の思い切った投球が投げやすくなるかなって感じです。まあ、こんな感じでね、次はね、マイボール、マイシューズで、点数出してみたいと思います。じゃあ次の動画チェックしてください。スカイトモでした。